雨上がり決死隊の解散報告会。2019年からコンビでの活動を休止していた雨上がり決死隊が解散を報告しました。蛍原徹さんは気持ちがちょっとずつずれてきたかなという気がしますと話していました。僕の感覚だと宮迫さんに対してちょっとバッシング起きてます。ものすごくだよね。あの松本さんもなんか言ってました、バッシングしました、バッシングというか、まあ宮迫さん側の気持ちになるとまあ分かるんですよ、結局闇営業騒動で仕事干されたぐらいの状況になって、メンタルもやられて、で死を考えたぐらいの状況の時に、とにかく動いてなかったら生きている実感得られないみたいな中 で、はいはい、でテレビには出られない、 YouTube やるしかないみたいな気持ちも分かるし、でずっとあのアメトーク復活、あそこに復帰するのを願ってきて、ね、ああいう形とはいえアメトークのセットで、かつての仲間たちと番組できる喜び、で浮かれちゃうのも分かる、分かるけど本当全てが空回りして痛々しくて辛かったっていう、そう分かるんですよ。だからね、なぜあのタイミングで YouTube やったみたいに責められてるけど、やるしかなかったのも分かる。何の目標もないものただじっと耐えてろっていうのは辛いですよ。そうなるよね、でもあれじゃないですか、論文の梁さんの方は、ずっと耐えてたんじゃないですか。だからね、これは また立場の違いっていうか、やっぱ本当に作詞というかね、クレバーな論文厚という相方、要はだから何だろう、じゃない方が揉め事を起こした論文と、要は中心の方が揉め事を起こした雨上がりの違いじゃないですか。なるほどね。だから淳さんのアドバイス通りにちゃんとステイする場ではステイし、ちょっと頭いいよね。そうそれで選択間違えずにうまいことやれたのが論文で、田村さんのあのネットとテレビの使い分けってうまいですよね、あの見事 YouTube の使い方もすごいうまいもんね。で宮迫さんやっぱ主導権握ってた側だったから、その感覚のままじゃないですか。そうね、それが本当2年でとんでもない溝ができちゃってることに気づかないまま主導権を握ってるノリで仕切ろうとすることの痛々しさ、残酷症でしたよ。本当残酷症、見てて辛くて悲鳴 何度か出ましたよ。絡まりってことそれダメ、それダメみたいな。絡まりってことでしょ。絡まり、やっちゃいけない選択を次々とやるんですよ。それは分かりました。そこでそのいじりダメとか、それは分かりました。あの多分見てる人もスタジオも全員が一つになれてんだけど、宮迫さんだけが一つになれてないじゃん。それは感じました。恐ろしかった。あの顔の表情がもうなんかちょっと違ったもん、宮迫さんの。まあ整形が、整形もそう。YouTube で、そうかね、整形もそうか。多分ビジネスで目をいじるっていうのを、そのダウンタイム中にあのあれがぶつかるっていうのも、完璧な状態じゃない。そうそうそう。顔だ。あ、そうかそうか。蛍原さんに結構あれですね、あの当たり前ですけど、まあ同情というかなんていう。しかも多分宮迫さんはあそこで滑ってた自覚もそんななかったと思うんですよ。なるほどね。多分すごいただ嬉しくて終わって、終わってからものすごい評判が悪いことに気づいて、すごい落ちてるのが今なんだと思います。なるほど。やっちゃったっていう。あれどうすればよかったんだろうね、でもね、宮迫さん。本当なんだろうな。芸人同士のパス回しって。2年やらないとそんなに入れなくなるんだとか、YouTube に慣れてると、テレビ的な基準が分からなくなるのかとか、いろんなことを感じたんですよね。なるほど、今このフレーズ使うとみんな引くみたいなことが分からないままやっちゃってる。あれは分かった上での制裁だったんじゃないかとか言ってる人もいたけど、ね、あ、なるほどね。さらし、さらし、そう、とどめを刺すためだ。さらしってこと？あ、そっか。そういうことね。まあ YouTube でまたどうやって復活するかですか ね。YouTube で結果を出して、YouTube での数字とかを持てば、ね、吉本とかに復帰しやすくなるんじゃないかって考えたんだろうけど、なるほど。逆効果だったわけですよね。そっか。そっちで力を持っていることに対してありがたいと感じないというか、それで多分キングコング西野さんとかもそうだろうけど、むしろ脅威というか、なるほど、ね、マイナスになっちゃう気がしますよね。宮迫そんな悪いことしたのも、言っちゃうとそこまでの悪いことはしてないんですけど、嘘をついたという点で責められているんですよね。そう、はいはいはい、そう確かに、確かに嘘をついたという点で責められているのと、そういう人間関係の問題で
怪しげな紳士とつながるような人間関係の問題で首切られたのに、うんうん、YouTuber とかも怪しげな人脈多いじゃないですか、まあ、多いよね本当よな、うん、そこも実は気をつけなきゃいけない、うんうんうん、YouTuber 事務所のトラブルの多さとかも異常じゃないですか、そうね、うん、多いね気がついたら会社乗っ取ってなんかおかしなことになるとか、本当本当もうあの辺ぐちゃぐちゃしてもう触りたくないもん、そう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 、宮迫のおかげで悪いイメージが少し弱まった吉本ねえ、あの時のね吉本絶対役のイメージがね、確かにもうなね、確かにだからそういうことだから宮迫さん関係の記事とか読んでも、うん、吉本は全く悪くなくて宮迫がいかに悪いのかみたいな感じの論調で書かれてる記事いくつか見て、うん、あれなんかおかしいなと思いながら読んでまして、うんうんうん、そうだっけっていう、うん、吉本上げ記事多くて怖かったね、はい。この放送はご覧のユーザーの皆様が支援しています。